古材がなくなるという警察の警備の布陣も随分変わってきました。指定の水門計画、警戒警備のために、交通整理のために大量の警察官が、現場に臨場しております。その時の、知事の判断で数年後の震災で、大変な状況になるということ、ぜひご理解いただきたいと思います。先見の明があり、そして、機動的に動ける。多摩市駅前の皆様、こんにちは。ただいまご紹介いただきました東京都議会議員の音喜多駿と申します。本人の前に一言私の方から応援演説をさせていただきます。まずですね、政治家というと昔はきっちりスーツを着てネクタイ締めてというイメージだと思うんですけど、私がこんなカジュアルな、さっきからツイッター見たらチャラいチャラいって言われてるんですけども、こんな格好で皆様の前に出れるのも小池百合子候補がクールビズを作ってくれたからなんです。今日見たら皆さん、クールビズ、これが政策実現力です。どっかの実務家よりもよっぽど政策実現できてるんじゃないでしょうか。ありがとうございます。ちなみに靴下履いてないって言われてますけど、履いてますからね。履いてます、緑です。で、私の方から一つだけご説明させていただきたい。まずなぜ今回こんな時期に都知事選挙が行われているのか。これはなぜなら、ある権力が、具体的には都議会自民党が擁立をした知事が2代続けて不思議なことに不祥事を起こして任期途中で引きずり下ろされているからに他なりません。その結果、今都政は大混乱をしています。猪瀬さんの時、2013年思い出してください。なぜ猪瀬さんが辞めることになったのか。直接のきっかけは特集会の事件です。しかしその前、2013年10月五輪組織委員会の委員長に森喜朗元首相を就任させるという突然のニュースが流れました。猪瀬その時の知事は森喜朗会長の就任に強く反対をしていたんです。政治家が五輪組織委員会の会長になったらしがらみだらけになってしまう。五輪組織委員会の委員長は民間人がふさわしい。猪瀬さんはそうやって主張していたんです。ところがその発言から2ヶ月も経たないうちに特集会の事件が発生して、都議会のドン内田茂氏をはじめとする自民党が猪瀬さんの足を思いっきり引っ張って、あっという間に猪瀬さんは年内に辞任をした。そして年明けには森喜朗会長がオリンピックの組織委員会の会長になりました。その結果、皆さんご存知の通りです。国立競技場は混迷を極めて、エンブレムは1回白紙になって、今予算がいくらになるか全くわからない、こんな状況になってしまいました。じゃあ舛添前知事はどうでしょうか。これは都議会自民党が作った傀儡政権でした。あれだけ政治と金の問題を起こしても、今度は逆に都議会自民党、最後まで彼を守ろうとしてたんです。ですが参議院選挙が近づいて、このままいったら自民党選挙で負けてしまうと、そうなった途端に手のひらを返して舛添知事を今更になって引きずり下ろして、こんな時期に選挙をやることになってしまったんです。一体この過程に都民の皆様がどこにいるんですか。ありがとうございます。一部の権力者たちが知事を作ったり下ろしたり、こんなことをいつまでも続けていて果たしていいんでしょうか。私はこの状況に終止を打つのは小池百合子候補を置いて他にないと考えます。ありがとうございます。ですが、じゃあ小池百合子たった一人でこのブラックボックスといわれる都政に乗り込んで一体何ができるんだと心配されている方いらっしゃるかもしれません。でも違うんです。確かに小池百合子、最初はたった一人の戦いでした。組織もありません、おそらくお金もありません、味方もいなかったでしょう。でも今小池百合子は一人ではありません。まず自民党から衆議院議員の若狭勝代議士が駆けつけました。ありがとうございます。若狭代議士です。若狭勝代議士が来たのは単に自民党の議員が一人来たということではないんです。若狭勝先生はなんと元検事、東京地検特捜部にいらっしゃり、数々の利権と戦ってきた敏腕検事なんです。
ですから、ありがとうございます。若狭勝先生が小池新知事につけば、さまざまな利権を具体的に追求できる、こういうノウハウをすでに小池百合子候補は持っているんです。オリンピック今2兆円かかる、3兆円かかる言われています。冗談じゃないですよ。一体何にいくらかかるのか、本当にそれが必要なのか、五輪組織委員会の目じゃなくて、森喜朗さんの目じゃなくて、我々都民の目で精査しようじゃないですか。ありがとうございます。そして東京都議会からは、私音喜多信をはじめとする改革派の議員たちがしっかりと新知事を支えて改革を前に進めてまいります。ありがとうございます。あとは都民の皆様方のお力だけなんです。今度こそ誰かに選ばれた知事ではなくて、一部の権力者や一部の五輪組織委員長や都議会のドンが選んだ知事ではなくて、我々都民が、私たち自身が選んだ史上初の女性知事を都政に送り出しましょう。どうぞよろしくお願い申し上げます。ありがとうございます。音喜多信でした。ありがとうございます。音喜多信都議会議員から小池百合子頑張れと応援の目をいただきました。ありがとうございました。